私たちはバラを愛する心を町づくりの中心に位置づけ、地域の方々と連携し、バラによる町づくりを実践していくことをここに宣言いたします。サミット開催を契機に、皆さんと一緒にバラの町づくりに取り組み、町民一人一人がバラを愛し、絆を大切にした花と緑にあふれる町をこれからも作っていきたいと思っています。町づくりの交流をきっかけに、文化、教育、芸術、経済など幅広い分野における交流、連携を深めていけたら、気候が変わったというのもありますけれども、バラ自体全然違うものに変わってきてるんだということをですね、一度認識いただきたいなと思って、その話を進めてまいりたいと思います。サミット宣言が採択されたところで、この第28回バラ制定都市会議終了となります。改めまして大きな拍手よろしくお願いいたします。